はあ、出会いが欲しい。何すんですか。いやあ、神谷が言うと嫌味にしか聞こえねえんだよ。その言葉を引き金にして、そこいら中から決体な女子が出てきそうやもんな。ああ、そうや、神谷なら超電脳ロボット少女から泉の精霊風お嬢様まで何でもどうにかなってしまうや。Este es mi don. Mi maldición.